どうも、たつみんです。今回は買うと損するビジネス教材ベスト3をお教えします。あなたがこの動画を開いたということは、ぶっちゃけこれから教材に自己投資しようと思っている、もしくは教材買ったことあるけど稼げなかった、このどちらかに当てはまるんじゃないですか？正直、情報商材買うのって怖いですよね。中身が見えないし、実際手に取ることもできないですし。今日は今まで1000万円以上教材やコンサルに使ってきた僕が、買って損した教材の特徴ベスト3をお伝えします。そしてそれだけだけではなく、動画の最後には教材を買って結果を出すための最強ルーティンを教えます。お前1000万円も情報商材に使ったのバカなのと思ったかもしれません。でも僕はそのおかげで起業して5年で4億円稼げるようになりましたし、今ではこのように仕事してない間も勝手に30人から100人集客できていて、コンスタントに10万円50万円の売り上げが毎日出ています。なので1000万円使ったのも別に無駄ではなかったと思っています。ただもちろんいい教材の方が少なかったのも事実です。あと1000万円も使ったからこそ、いい教材と悪い教材の見分けがつくようにもなりましたし、こうやってあなたに伝えることもできています。ただこの動画で教える見分け方を知らないと、あなたはもしかしたらせっかく学ぶ意欲があるのに詐欺商材に騙され、ただただ自己投資が大事だからとお金を使い続け、気づけばリボ払いに悩まされる日々になるかもしれません。ただ今日お伝えする買うと損するビジネス教材の見分け方を知るだけで、あなたの財布から無駄なお金が飛んでいくことも阻止できますし、なんなら効率よく成長して稼げるようになる確率がぐーんとアップします。もしあなたが自己投資したいけど騙されるのが怖くてお金使えない、稼ぎたいけど教材で騙されたくないからもう買いたくない、いい教材だけ買って効率よく成長したい、そう思っているなら今日の動画でも超有益な話が聞けます。また今日話していること以外にも、効率よく稼ぎ働かない仕組みを作る方法を大暴露してますので、ぜひチャンネル登録もしておいてください。では本題に入ります。買うと損するビジネス教材ベスト3、第3位は実績公開が曖昧な販売者の教材です。絶対に買わないでください。そりゃそうでしょうと思ったかもしれませんが、実績公開しなくてもそういう人は文章の力や牽引性でまんまと買わせることができる力を持っています。気をつけてください。よく Twitter とか Instagram で発信するビジネスアカウントのプロフィールに、元某大手広告会社勤務とか、営業成績3年連続日本1位とか、アカウント開設3ヶ月で月収450万円突破とか書いてるの見ませんか？そしてそれを見て第一印象で、うわこの人すごっと思うこともありません？それハロー効果という心理学を使った戦術にまんまとハマってます。ハロー効果というのは、挨拶のヘローではなく母光や光の輪を指すハローのことを指していて、すごい実績を見たりすると、おおこの人はすごいんだとイメージつけてしまうという人間の心理です。例えば本屋さんに行くと、本の帯にひろゆきも絶賛とか堀江貴文が推奨とか書いてるのを見て、あ、ならこの本はいい本だろうなと手に取った経験ありませんか？あれもハロー効果を利用してます。そしてテレビの CM もそう。大した成分も含まれてない化粧品だったとしても、石原さとみさんや北川景子さんなど誰もが憧れる女優さんが出てたら、この人がおすすめしてるなら間違いないと信じ込みますよね。他にも僕が YouTube をパリッとしたスーツで撮影してたら仕事できそうと思う可能性もありますよね。これがハロー効果のパワーです。で、売るのが上手い人はこの心理効果を乱用します。 SNS のプロフィール、セールスページに書く実績ってぶっちゃけ誰にでも書けるんですよ。これ実際よくあるのが、実績なんて本当は出てない初心者なのに稼いでる風にプロフィールを作って画像などでは証拠を出さない、そして中身のない教材を販売したりコンサルを数十万とかで請け負ったりします。実際お金を払う側は何の知識もないことが多く、特に中小企業の SNS コンサルとか、たった1000フォロワーしかいない個人が月20万とかもらってやってるなんてことがザラにありますからね。もちろん何の成果も出てません。最悪です。あともう一つ気をつけてほしいのが、実績画像も作れるということ。今ってサイトの数字とかをちょいちょいといじれば、銀行口座の残高とか売上の金額画面の数字変えれるんですよ。しかも誰にでもできます。悪用する人がいたら嫌なので教えませんが、まあこんな感じで変えれます。じゃあどういう人なら信じていいのか。その判断基準はたった一つです。それはお客さんや周りの人からの評判がいいです。例えば実際に商品を購入した人のレビューが良かったり、 Twitter でいつもありがとうございますと言われてたり、そういったお客さんから感謝されてる人は基本的にいい商品やサービスを提供していると思って大丈夫です。
では買うと損するビジネス教材ベスト3第2位は結果が出る商品の法則を守ってない教材です。これを聞いて、え？何それどういうこと？って思ったかもしれません。発信者の中には売るのが上手な人もいますし、ただただ一生懸命商品を作って提供している人がいます。ただだからといってその商品を買った人が結果を出せるわけでもないんです。というのも結果が出る商品の法則というのがあります。それがいつまでも変わらない法則かけるそれらを応用して結果を出すためのノウハウです。この2つの要素が掛け合わさることで再現性が生まれます。例えばセールスなどを学ぶ場合は、心理学や言葉によって与える相手への印象などいつまでも変わらない人間の法則だけ学んでも結果を出せませんし、営業テクニックなどのノウハウだけ学んでも結果は出せません。しかしこの両方を学び実践すれば簡単に結果が出せます。教材を購入するときはこのいつまでも変わらない法則と結果を出すためのノウハウ、この2つを担保しているかをセールスページなどで確認してから買うのがおすすめです。ただだからといって買えば結果が出る、稼げるというようなことは 100% なく、異常値で努力しないと結果は出ないです。何事にも共通することなので、やるなら片手間ではなくもうがっつりやりましょう。買うと損するビジネス教材ベスト3第1位は違和感を感じる販売者の教材です。ぶっちゃけ、え？1位がこれ？って思ったと思います。僕が動画を見ててもそう思いますもん。でも待ってください、リアルな話をするんですが、誰かのレビューよりもうまく売るセールス文章よりも何よりも信じられるのは何だと思いますか？実は直感なんです。だからこれを1位にしてます。ちょっと思い出してほしいんですが、あなたの今までの人生で、あ、この人ちょっと嫌だなとか、なんか心の奥底にもやっとした気持ちがあるなとか、そんな経験ありませんか？で、やっぱりやべえやつだったみたいな、意外と人の感って当たるんですよね。実際僕も過去に100万円のコンサルと163万円のコンサルを受けたことがありますが、正直両方とも詐欺でした。その時はこの人なんか変な雰囲気もあるなぁと思ってましたが、収入アップのためだと勢いで払っちゃったんですよね。そのおかげでカモにされちゃいました。ただ他にも25万円のコンサルや5万円から30万円の教材をたくさん買いましたが、人柄もしっかりしており相手に価値提供しようという姿勢が見える方の商品に関しては確実に成長できたんですよね。なのである意味勘に従えばいい教材に出会えるとも言えるんですよ。そしてこれを思ってるのは僕だけじゃないらしくて、同じく5年前からビジネスをしている友達も、僕の商品を買ってくれてるお客様もみんなこの人からなら教わりたいと直感を信じて飛び込んだ時は買ってよかったと思ったことがほとんどだと言ってました。なので最初に1位がこれって思ったあなたも騙されたと思って自分を信じてみてください。ただ教材買う時に騙されるのだけは回避してくださいね。さてでは最後に教材を買って結果を出すための最強ルーティンをお教えします。ここまでで失敗しない教材選びのコツは分かっていただけたと思いますが、いい教材に出会ったからといって結果を出せるかどうかはあなたの頑張り次第です。なので自己投資するだけで満足して終わらず、結果を出せるあなたになってほしいのでこの話をします。そもそも大前提として人間は怠け者です。大きなお金を使ってよっしゃやるぞ人生変えるぞって思ったとしても、次の日には同じテンションモチベーションでは居続けられないんです。これを知った上で話を聞いてください。教材を買って結果を出すための最強ルーティーンですが、1、教材を買った瞬間に中身に目を通すこと。2、必ずその日のうちに教材で教えてくれることを実践に移すこと。3、全部見ようとしないこと。4、何度も何度も復習すること。5、学習実践結果の確認復習と改善をループさせること。これら5つを徹底してください。人間の記憶力って正直しょぼいんですよ。エビングハウスの忘却曲線というのがあるんですが、実は学習してから1日経つまでに 74% もの記憶が失われるんですよね。でも学習して24時間以内に15分の復習、1週間以内にさらに15分の復習をすれば長い間記憶に定着します。そうやって僕が今説明してますが、この知識は2年以上前に得たものです。当時何度も人に伝えたりして復習したから、今でも資料も何も見ずにスラスラ頭から知識を掘り起こせるんですよね。なのでいつも教材を買うと必ずその日に中身を見て自分に必要そうな知識を探し徹底的に学ぶ、そして実践してみる。得た知識は SNS などでアウトプット、だからずっと覚えてますし結果にもつなげることができています。正直本とかも同じで、買ったその日はワクワクしてるけど明日読もうと思って読まなかったことの方が多いんじゃないですか。
というかその本 99% 永遠に本棚に眠ってません。それと一緒で教材も買ったその日に消費し始めることが大切です。結果につなげたいならば必ず守ってください。あともう一つだけ、正直教材の価格も大事かなと思っています。100円とか500円の教材も最近はたくさんありますし、僕もブレインというプラットフォームで500円で1時間30分の動画コンテンツを販売してます。でも安いとどうなると思いますか？買って学んだ気になります。これは人それぞれあると思いますが、1000円で買った服と10万円で買ったコート、どっちを大事にしますか？ぶっちゃけほとんどがこっちの10万円のコートですよね。それと一緒でほとんどの人が100円とかで教材を買っても放置します。しかし10万円の教材だと必死で取り返すと行動に移したりします。これサンクコスト効果といって、お金をかければかけるほど活用しなきゃ無駄にしたくないという心理が働くというものです。なので僕は安い教材をあまり買わないようにしてます。もちろん安くていい教材もたくさんあるんですが、実際高めの教材の方が作り手も気合が入ってますし、学べることも多いですからね。何より行動に移すかどうかが一番重要なので、ここはご自身の性格と照らし合わせて決めてみてください。今日教えたことが今後の人生に活用できることを心から願ってます。そもそも僕がこんな話をしてるのは、過去にコンサルとかで騙された経験があるからです。騙し取られた100万円を取り返すために必死でビジネスに取り込みました。でも最初にいい教材に出会ってれば、もっともっと早く成長できたし、遠回りせずに進んだのに、そう思うからです。もちろん自分の過去を否定する気はないですし、全部いい経験でしたが、あなたには最短最速で結果を出してほしい。だから今日もこんな話をしました。 YouTube って無料で学べますよね。だからこそ適当に流し見することも多いんじゃないでしょうか。でも僕は正直毎回数万円の教材を作るような気持ちで動画の制作に取り組んでいます。何度も言いますが、あなたに結果を出してほしいからです。できれば無料だからといって適当に見るのではなく、何度も復習したりしてほしいですし、上がってる動画も全て見てほしいなと思ってます。何より動画を見た人からのありがとうや結果出せましたというコメントが欲しくて頑張ってます。僕はもう結果を出しているので、次はあなたの番です。自己投資とか怖いかもしれませんが、今の人生に満足していないなら、文句言っててもそのまま不満まみれの人生を歩み続けるだけです。どこかで頑張るんだったら今から頑張りませんか？このチャンネルではそんなあなたを後押しできればと思って発信しているので、ぜひチャンネル登録して他の動画でも学習してください。人生を変えるいいきっかけにしてくれると嬉しいです。5年前はこうやって教材の見定め方とか教えてくれる人いなかったので、この時代にやり始める人本当に羨ましいです。結果を出しやすい時代だからこそ今動けば勝てます。あなたをこれからも応援するので、一緒に頑張っていきましょう。では今日の復習です。買うと損するビジネス教材ベスト3、第3位、実績公開が曖昧な販売者の教材。これはハロー効果といって、実績で自分がすごい人だと見せるのが上手い人に騙されるなという意味を込めてです。じゃあどういう人なら信じていいのか、その判断基準はたった1つ、お客さんや周りの人からの評判がいい人を選ぶということ。第2位、結果が出る商品の法則を守ってない教材。一生懸命作ってもいつまでも変わらない法則かける、それらを応用して結果を出すためのノウハウという、結果が出る商品の法則を守っていなければ購入者が結果を出しにくいからです。この2つが担保されている教材なら実践すれば結果が出ます。第1位、違和感を感じる販売者の教材。実は何よりも信じられるのは自分の直感だから。教材を買って結果を出すための最強ルーティーン、1、買った瞬間に中身に目を通すこと。2、必ずその日のうちに教材で教えてくれていることを実践に移すということ。3、全部見ようとしないこと。4、何度も何度も復習すること。5、学習実践結果の確認、復習と改善をループさせること。というお話でした。ここで大事な告知があります。YouTube 以外に公式 LINE でも情報発信をしています。実は概要欄から登録してくれた人だけ、ボリュームと質両方にこだわった1時間20分のこちらの動画セミナーを無料でプレゼントしています。 90% の稼げない考え方から上位 10% の稼げる考え方に、たった1本の動画であなたを変えます。そんな本質ウェブセミナーをプレゼントしているので、ぜひ概要欄から受け取ってください。しかも先ほどの本質ウェブセミナーだけでなく、他にも計4時間分無料で動画をプレゼントしています。すでに9000人近くが登録してくださっており、めちゃくちゃ有益だと好評なので、ぜひ公開停止する前に概要欄のリンクから登録して学んでみてください。そして他にもこのチャンネルでは、お金のためだけに働く
生活に嫌気がさしているあなた、家族や恋人との時間、そして自分の趣味の時間、自由に使えるお金を確実に増やしていきたいあなたのために、働く時間を減らして収入をアップさせる自動化をできるだけ分かりやすく一生懸命教えています。時間や場所にとらわれず、好きな人たちと過ごしながら自由な人生を送る方法が知りたい方は、動画を見逃さないためにもぜひ今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークもタップお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。